チャオ、あっちゃんです。今日10月の13日土曜日、あっちゃん家の晩ご飯は、あっちゃんが作ったローストビーフ丼にしようと思います。はい、ローストビーフ丼やったらね、ちょっとありきたりなんでね、とろろローストビーフ丼にします。卵ないね、卵凍ってたよかった、卵入れたら美味しいんだけどね。ってことでね、ローストビーフのローストビーフをね、切りましょう。あんまりね、バツイと硬い、まっちゃん食べてないよね、実はまだ。子供にね、試食させたん、歯が歯医者から帰ってってさ、すぐやったから食べられへんかったから、子供に食べさせたら、うん、美味しいよって、ちょっと硬いかなって言ったけど、なんかね、どうもね、熱が入りすぎちゃったのかよくわからんねんけど、まあ切りましょう。あんまりバツイとね、ローストビーフ丼は贅沢にね、一本全部使います。いや、明日も残しとくかな、まあ、食べるのがいいでしょう。美味しいものはね、食べてしまわないとね。よいしょ、ミスジのローストビーフがね、美味しいのよ。またミスジ買ってこよう。今回もね、ちょっと熱入りすぎて、もうちょっと時間減らすわ。難しい。またバルト。よく笑う子だ。よし、笑うことはいいことやからね。はい、ローストビーフこれで全部。何だったかな、300何本やったかな、300g だったかな、忘れた。川口行きます、あっちゃんは。色はあり。可愛いとね、色が、ね、茶色くなって汚いねんけど、栄養は絶対この川口行った方がいいから。お味噌汁をね、温めてみると見えた音がするけど、これ止めるとわかんない。美味しいもん食べたいな、好きなことを考えてたのなんだ。よいしょ、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 白だし、何かな、よいしょ、で、しぶだしが飛んだ。ちょっと少ないかな、もっと凝ってよかったな。まあ、いいや、はい、では作っていきましょう。よそっていきましょう。
話落としちゃったよ。あっちゃんが作ったローストビーフのタレ、これがまた美味しいね。もうなんか自分が作って大絶賛するのもどうかとは思うんやけどね、このタレが美味しいね。ちょっとお供え先してくるわ。お前置いてちょうどいいんかいな。見た目綺麗にね、いきたいから。6枚ずつで7 8 7、ちっちゃいな、8、はい、ちょっと足らない。まあこんなもんでいいか。でここにね、ローストビーフのタレを、で、とろろ、あとね、この白いところが見えない方がいいもんな。よし、できました、ローストビーフ丼。はい、食べましょう。はい、できました。ローストビーフとろろ丼。で、あとね、昨日の豚汁で食べましょう。いただきます。では、ローストビーフ丼。ローストビーフの誰足らんかっていう家まだあるから。まずローストビーフから。おいしい。どう？ちょっと硬いかな。もうちょっと熱入れすぎた、入れすぎたというか、熱入れすぎた感じがする。うん、でもおいしい。とろろのところ。
箸もちょうどいい感じ。よし、とろろとローストビーフを一緒に食べよう。口についたら痒いよねこれ。一緒に行きます。うん、美味しいから。うん、美味しい。卵ってことないよね。卵買い忘れた。昨日味玉に使ってしまったんや。ああ、美味しい。うん、はいよ。いや、昨日の豚汁は美味しいわ。幸せ。これでね、3人分でローストビーフに使った肉600円ぐらいね、500何本で、とろろが半分やから50円ぐらい、600円ぐらいね。1人300円、あと1人200円。安っ。ローストビーフ丼はいいね。異常気象やねんて。ニヤニヤでおった。おいしい。お母さんに備えたやつあるで、ちょっとだけ食べないで、食べて、取っておいで、もらっておいで。もういいの？お母さんにちょっとだけ備えたやつあるから食べてもいいで。あ、おいしい。取れた。ローストビーフ丼と2日目の豚汁、最高。サラダ作ったらよかったな。まあいいけど。ああ、美味しい。集中してんやん、起きたの。美保線のテスト勉強しやろうな。頑張り。めんどくさいけど、学生の時しかできへんねん。学生の時しかできへんから、
勉強。勉強ってあれもない。誰だったの？テストもないし、学校もないし。うん、うん、違う勉強者なの。社会で役に立つか大変か分からないようなことも覚えるっていうのが学生の時の英語で、ね、あ、ちょっと豊洲一般公開やったのか。もう一杯、うん、食べたい。ローストビーフないから足りたけど、うん、ご飯が食べたよ。どっちよ、スープよ。あ、スープある。スープこれ食べよ。もういいよ、食べて。中途半端な嫌いやから。なんやろ、もうご飯しかないかと。うん、取り残ってる。ご飯入れてきたのか。ローストビーフのタレかけたのか。違うもんかけたわ。ローストビーフないから、ローストハムにローストビーフのタレ乗せた。これで今日、今日ね、3合炊いたけど、3合全部終わり。最近ちょっと上がよく食べてくれる。嬉しいね。なんか中途半端なので気使ってさ、お店の前に気使わんだよね。だって自分食べらんでも子供にやって分け与えてんのが幸せやったりするしね。がっつり食べてくれるのが嬉しい。ローストビーフ飲み忘れた。最後の最後の一口。うん、これぐらいかっつりね、お打ち上げんととろろがくっついたらかゆいね。あ、おいしかった。完食しました。ごちそうさま。ローストビーフおいしいな。また作ろう。作るのは簡単やねんけどね、うん、まあ簡単にローストビーフなんて、お肉買ってきて冷蔵から出して1時間2時間置いといて常温にして、塩コショウハーブバッと味付けして、でもあのキンキンに焼けたフライパンでチャチャチャーって全面焼いて、ね、表面だけ焼いて、で袋入れて、あの牛乳パック入れて熱湯入れてヨーグルトメーカーで最大の温度で1時間、もうちょっと早い方が45分ぐらいで出来上がり。でそれのね、あの焼いた時の汁、焼いた時の汁もいいんだけど、出来上がってローストビーフに汁が出てくる、その汁も使ってもいいかも分からん。でタレ作ってもコクがあってね、今回ちょっとねニンニク入れへんかったけど、やっぱりニンニク入れた方がタレは美味しいかも分からへん。あんなこんなんでね、ローストビーフ結構簡単に作れんねんけど、なんかね、なんか面倒くさいっていうか、いつも作るの作ろうもって買ってきてお肉、あの賞味期限ギリギリになってやっぱり新鮮なお肉の方がいいからと思って作らへんね。で、あれんけどね、いちぼじゃないわ、みすじがなかなかないねん。ある時とない時あんねん。ある時やったらみすじ買ってきてやったら美味しい。なかったらまあ普通に、普通の肉でもいいねんけど、ブロック肉でもいいねんけど、うん、やっぱり希少部位使った方がやっぱ美味しい気がする。うん、ね、シャトーブリアンとかで前ね、ローストビーフあったん、シャトーブリアンしよう、いやもったいないとか思ってんけど、うん、シャトーブリアンのローストビーフは美味しいやろね。こ
今度一回チャレンジしてみようかな。まあシャトーブリアン言ってもね 100g のこのちっちゃいステーキ肉あるから、それがね1200円ぐらいで売ってるね。それ一回ね、ローストビーフしてもいいしなと思って。ただ怖いのがちっちゃいから時間入るのが早い、だからほんまに何分かって見極めるのが難しいからね、怖いんよね。だったらもうステーキにして食べた方が絶対いいと思うしね。ん？いいよ。ってことでね、今日のあっちゃんの晩ご飯、ローストビーフ丼と昨日の豚汁でした。めっちゃ美味しかった。ごちそうさま。はい、ということでね、またいろんなもん作ったり、美味しいもんを求めて、あっちゃんのあっちゃんズキッチンはこれからも、もっともっと進んでいきたいと思ってます。はい、ということで今日のあっちゃんの晩ご飯動画、見てくれてありがとうね。ということで今日のあっちゃんのローストビーフの自家製ローストビーフ丼、良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。